万能薬とは、すべての、あるいは非常に広い範囲の病気や怪我に効果があると、称される薬のこと。主に宣伝、広告の都合上の概念、また神話的、仮想的概念として用いられる。万能薬は、その語義上は、何にでも効く薬ではあるが、21世紀初頭の現代における薬学は、そのような薬の存在には、否定的である。病気一般を取ってみても、 様々な要因によって発生しており、その中には相反し合う理由で発生しているものも少なくないからである。ただし、万能薬という概念は古くから人々は夢見る傾向があり、健康を求める人々の夢でもあり、医療従事者の夢でもある。医療の世界で万能薬のようなものを求めることは古代から行われてきた。需要競争薬とされるものの中には、 万能薬的に扱われてきた面があるものもある。近代や現代の医師や医療従事者も万能薬を期待してきた。もしも万能薬があれば、診察や診断を重ねる作業を省略できる。診断という行為は、その数分の1は失敗つまり誤診であり、決してたやすい行為ではない。医療関係者は自分たちが行う診断は、実はしばしば不確かなものだと知っており、 時間と神経を使うので、もしも診断という行為をせず、機械的に処方できるなら万能薬があったら、便利で気が楽だ、とつい考えてしまう。例えば、20世紀に第二次世界大戦が起きていた当時、抗生物質の一つであるペニシリンは大量生産され、医療関係者はそれをマジックバレット魔法の弾丸ともて生やした。この魔法の弾丸という言葉は、 万能薬とほぼ同じニュアンスで用いられている。第二次世界大戦時に、欧米で一番問題になっていたことは、兵士たちが戦場で負傷し、数十万人単位で戦死してしまうことだったので、ともかく死亡させないことが肝心だと考えられ、死なせなければ問題がほとんど解決したかのように、考えられていたのである。ペニシリンを処方すれば、破傷風などは、たちまち治ったので、 それこそ医学校を卒業したばかりの未熟で、経験不足の医師ですら、とりあえず成果が出せ、医療関係者の自信を支えた。医師の間にある、種の万能感のようななものさえ生まれ、20世紀中に、すべての疾患を撲滅できるだろうなどという発言を、まことしやかに語る、医師、医学研究者も多かったという。この抗生物質に対する医療関係者の依存状態は、戦後に、 ペニシリン以外にも様々な抗生物質が供給されるようになって、さらに拡大、様々な治療に利用されるようになった。その後、戦争が落ち着き平和がやってきて、外傷患者の割合が激減すると、全患者の統計を取ると、抗生物質では解決できない疾患の方が大部分を占め、結局、やはり解決できないことの方が多い、と医療関係者も気づかされた。 こうして万能感は徐々に失われたわけだが、それでも抗生物質は何かと頼りになる薬、頼みの綱的な存在であった。だがさらに時が経ち、抗生物質も効かない菌まで発見された時には、医療関係者の間に大きな衝撃が走り、恐怖を感じるものも多かったという。また、すべての感染症に適用可能な抗生物質などというものはないわけで、 そのおののの抗生物質に得て増えてがあるだけではなく、疾病の原因でも何でもないどころか健康維持に役立っていることもある、常在菌まで根こそぎにしてしまうという大問題を含んでいるほか、抗生物質の投与によってアレルギーやアナフィラキシーショックなどの深刻な副作用を引き起こしてしまった。また、抗生物質のどれかは効くだろうと考えていた医療関係者は、 抗成物質の過度の使用が耐性菌を多数出現させ、どの抗成物質も効かないという深刻な事態を引き起こしてしまったのである。大衆薬にも万能薬として開発されたり、宣伝されたものが数多くある。19世紀米国で売られていた、クラーク・スタンリーのスネークオイル。パテントを取得し、万能薬との宣伝で売られていた。19世紀のアメリカ合衆国では、 万能薬が乱立した。あの、コカ・コーラも、当初は、薬効が謳われたのであり、同国で、万能薬が流行している中での副産物であった。日本では、例えば戦前から虫刺されなどの、外洋消炎薬として、ロングセラーとなっている、金冠堂の金冠も、当初は、そのような万能薬的外洋薬として開発された、ものであった。セイロガンも、 様々に適用できるという効能を謳った面があった。種類は、百薬の長と呼ばれ、適量飲んで笑って過ごすことはストレスを減じ、心身への好影響などがあるとされ、一般の人々が肯定するだけでなく、医師の中にも強くは否定せず、適量ならば飲むことは進めていることも多い。ごく少量ならば健康全般に良いという意味では、万能性があると呼べるかもしれない。 あくまで、例えばの話であるが、もしも仮に傷を立ちどころに治す薬があったとして、それが、細胞分裂を促して、不傷箇所の再生を促す性質のものである場合は、細胞を、本来の機能から逸脱させ加速的に分裂させる、機能と、傷が治った時点で細胞の異常増殖を停止させ、普段の状態に戻すという、全く逆のプロセスが求められ、また傷以外の場所に付着して、 異常増殖を発生させた場合は、肉種以外の何物でもなく、一つ間違えば、毒薬になってしまう。また感染症を回避するために過剰に、免疫反応を高めても、アレルギーを起こしやすくなる問題もあるなど、ほどほどにしておく必要もある。なお、古代ギリシアのヒッポクラテスから、医術の基本方針の一つは、体に自然に備わった、治癒力を高めるという考え方であり、 個々の疾病やその対策を考える前に、自然治癒力を高めることで、すべての病に対抗しようという考え方はしていて、その考え方自体に問題があるわけではなく、むしろそう考えて、各人が日頃から、自然治癒力を高める努力を重ねることは正しいわけで、ある。ハットという概念とは異なる概念である。医療社会学の書籍類にこのあたりの出来事、ありさまが、 しばしば記述されている。耐性菌問題に関連することでは、抗生物質が使われる以前に利用されたサルファ薬も大きな期待を集めたものの、耐性菌が出やすいという性質のために、現在では限定的な症状にのみ利用されている。ありがとうございます。